皆様こんにちは。柏市議会議員選挙に立候補しました37歳農業党渡辺邦洋でございます。今回の柏の市議会議員選挙ではぜひ皆様の一票渡辺邦洋に投じてください。農業問題のみならず子育て世代代表としても子育てに対する政策もやっていきたいと思います。例えばおむつの自動販売機を公共施設にも導入したいと思います。ショッピングモールにはもちろんありますが公共施設にはまだ柏市ございません。お子様と公共施設にお出かけする際に1枚2枚から買える自動販売機あったら便利だと思いませんか。子育て世代代表としても私渡辺邦洋に1票よろしくお願いします。以上農業党の渡辺でした。